ここは、なんだこれ。俺どうして。無理に動くな。4日間も眠り続けていたんだ。急に動くと後々また辛いぞ。お前誰。命の恩人に向かってなんて言い草だ。私は保健医のロビンだ。種族はミイラ。そしてお前が寝ているのは保健室。以上。他に質問は？ミイラの先生、ロビン。知らねえ。聞いたことねえ。お前は健康優良児のようだしな。普段は保健室など縁もないだろう。つーか、男？女？なんだ、女だったら口説いてくれるのか？ば、お前教師だろ！何言って！それだけはなければ問題なさそうだな。痛みは我慢できそうか？まあ、ところどころ痛えけど、我慢できなくはない。そうか。ならよし。彼女に感謝するんだな。お前をここまで運んだ後、ずっと付き添い続けてた。彼女って。こいつ、なんで？帰れと言っても、お前のそばから離れなかったんだ。お前のことがよほど大事らしい。ん？何それ。くそ。そういうの反則って言うんじゃねえの？顔が赤いが、熱か。うるせえよ！感情の起伏が激しいやつだな。さて、お前の担任に目が覚めたことを報告してくるよ。あと少し休んで、動けそうなら彼女と一緒に寮に帰るといい。おう。ではな、気をつけて帰れ。俺はあの時、森には入るなってあれだけ言ったのに。ほんと、言うこと聞かねえ女、やることなすこと予想外すぎて、目が離せねえよ。なあ、俺は、起きたか？おい！う、おい。あの、お前が抱きついてるとこ、思いっきり怪我してるところなんだけど。なんでそんなに泣いてんだよ。大げさだろ。お前せっかく綺麗な顔してんのに台無しじゃん。すっげえブサイクな顔になってる。うん、わかってる。夢の中にまでお前の泣き声聞こえてきたから。俺のことを思って泣いてたんだろ。聞こえてたよ、ずっと。変だよな、泣き止んでほしいって思う気持ちもあるんだけど、
それと同じくらい、俺のために泣いてくれてることが嬉しくて、もっと泣けばいいのにって思ってた。もっと泣いて、もっと笑って。俺を思っての感情なら、全部嬉しいから。なんでだよ。俺は正常だ。ただ、自分の感情には正直に生きるがモットーなだけ。俺、強い狼目指すの、もうやめる。優先順位が変わった。強い狼でいるより、お前を傷つけない存在でいたいから。あの森で、お前が他の狼に襲われてるところを見たとき。俺、マジで怖かった。本能レベルで守らなくちゃいけないって思った。お前をなくしたくないって。俺がもし強い狼になって、いつかお前のことを襲ってしまったら、考えただけでもゾッとする。俺はお前を絶対に失いたくない。違う。そういうことじゃねえ。俺は、お前のそばにいたい。人型である時も、獣化した時でさえ。だから俺は、今のままの俺でいい。今のままなら、ずっとそばにいられるから。好きだ。俺はお前が欲しい。お前も俺が欲しいって言え。ずっとそばにいる。たとえお前が骨になっても死ぬまでずっと。だからずっと俺の隣にいろ。俺の全部を受け入れてもらう代わりにお前の全部を受け入れるから。